はい、こんにちは、ゆうたです。今日は新人エンジニアさんへみたいな、そういうお話をしたいなと思います。もうあれなんですね、4月なんですよね。なので、まあずっと今までね、学生だったけど今年から働くっていう人も結構いるのかなと思うんですね。で、まあ、僕のね、動画を見てくれてる人の中でも、まあ、なんかちょっとはそういう層の方々はいるっぽくてですね、まあ、その方向けへの動画という感じですね。はい、生意気なこと言ったら申し訳ないですけども、まあなんか本当に、あ、なんかこいつ言ってるなぐらいに思っていただければなと思います。はい、で、そうですね、僕が新人さんに伝えたいことは、まあ、この3つありまして、1つは辛かったらやめる、アンテナを張る、美味しいだけの話はないと、はい、なんですけれども、まず、まあ、辛かったらやめるってところですね。まあ本当に読んで字のごとく、辛かったらやめていいんだよということですね。どうなんだろうな、結構学生の時に思い描いていた仕事内容では多分ね、ないと思います。結構ね、なんでこんなことするのかなとか、なんでこういうこと言われなきゃいけないんだみたいな、そのつまんないというか、結構ね、辛いと思いますね。僕は、一番最初にね、入った職場が、まあ、パワハラをね、されてたんですよね。まあ、常にその黒マネが切れているというところで、まあ、僕だけじゃなくて、他のね、あの人も、いろいろ言われて、まあ、結構潰れてきたのを横目で、何人も見てました。なんかまあそういうようなね、現場っていうか職場にね、当たっちゃったら、もうとりあえずね、辞める、逃げるがいいと思いますね。で、なんていうのかな、結構その、そういうのって要はマイナスなオーラというかね、マイナスなパワーが働いてる場所だと思うんですね。で、まあ、自分がね、まあ、楽しく仕事をするだとか、まあ、成長したいとかね、いろいろできるようになりたいって、まあ、少なからず思うと思うんですけど、まあ、そういうような何、マイナスをね、プラスに転換する必要があるんですよね。で、もともとそのプラスのね、パワーが働いてる場所だと、これと自分もこのやりやすくなるわけですね。いろんなことに挑戦してみたりだとか、勉強したりだとかっていうのがやりやすいんだけど、マイナスなとこだとすっごいね、やりにくいというか、まずなんていうの、マイナスをプラマイゼロに持ってって、そっからまたプラスにしないといけないから、なんていうの、倍ぐらいのね、パワーがかかるから、っていう感じですね。あと、そういうところにね、結構多分そのずっとそのパワハラを受けたりしてると、多分自分の性格が歪んでくると思いますね。そうですね、そういうようなね、その環境がね、悪いところは本当に逃げないといけないと思います。自分がね、その、まあ、あれなんですよね、仕事で、
その病気になるとかってちょっと全然嫌じゃないですか、うん、なんかおかしいですよね、うん、だからまあね、仕事なんかよりも自分の体が優先なので、うん、まずね、そこですよね、うん、それを第一に考えた方がいいのかなと思いますね、はい、2つ目ですね、アンテナを張るってとこなんですけど、うん、アンテナを張るってどういうことかっていうと、世渡り上手になる、うん、世渡り上手がどういうことかっていうと、このパッと落ちてるチャンスだったり、このパラパラと降ってくるチャンスにガッと一瞬で飛びつく的な、そういう力かなって思うんですね、うん、で、なんていうのかな、結構そういうタイミングってちょくちょくあると思うんですよね。なんかチャンスだなと思うタイミングってあって、そこに食いつけるかどうかかなと思うんですね、うん、だからそういう勉強っていうのは、なんていうのかな、うん、そういうのを養っていくっていうところかなと思います、うん、なんかエンジニアだと勉強しなさいみたいなね、うん、そういうこと言われるかなと思うんですけど、まあ、勉強はね、なんていうのかな、まあ二の次三の次かなと思いますね、うん、勉強した方がいいと思うんですけど、勉強よりもそういうようなチャンスをうまくつかめるかというか、そのタイミングを、ね、逃さず、行動できるかみたいなところの方が圧倒的に重要だと思います、うん、あ、なんかそうですね、うん、そうそう、なんかそういうのを、まあ、気がつけるようにみたいなことですかね、うん、っていうのを気がつけるようにするっていうのを多分意識しているだけで、なんか気がつけるようになるのかもしれないですけどね、うん、まあ、これはね、めちゃくちゃこの抽象的な言い方になっちゃったんですけど、まあ、別に僕もそんなできてるわけじゃないんですけど、うん、まああんまね、頭でっかちにならずに、まあ、うまいこと柔軟にね、いろいろやってければ、まあいろいろそういう、なんていうのかな、人とのコミュニケーションとかもね、うまくできて、その中からいろんなチャンスがあると思ったりするんで、うん、まあそこをね、掴めるかというか、うん、まあそういうところかなって思いますね、うん、はい、で、3つ目ですね、美味しいだけの話はないと、はい、いうことなんですけど、うん、あれですね、まあこの学生の時だと、まああんまりそのお金儲けをしてる人ってあんまりいないと思うんですね。まあバイトはしてると思うんですけど、自分でビジネスをしてる人ってほとんどいないと思うんですよ。で、まあ、社会人になると、まあ、そういう人がちらほら出てくるわけですね、うん、投資とかね、マルチとかそういう話なんですけど、結構ね、マルチはね結構勧誘されると思いますね、うん、僕は今まででそうだな、5回ぐらいとかですかね、あったかな、うん、で、まあいろいろ美味しい、ね、歌い文句で言ってくるんですけれども、うん、まあマルチがね悪いとは言わないんですけれども、結構ねリスクリターンが合わないというか、まあ
その失うものの方がね大きいかなと思うんですね、うん、僕がね見たのは、まあ、大学の時のね同期というか、一緒にいた同期が、まあ、そういう感じのね営業を、まあ、周りにかけまくるわけですね、うん、Facebook で片っ端からなんかやってんじゃないかなで、まあ、会う人会う人に、まあ、そう会おうよ会おうよみたいなね、こと言って、まあ、自分のビジネスの説明を、していくわけですね、うん、そうするともうその仲間内で噂が立っちゃって、あいつとね関わるのやめようみたいになっちゃうんですよね、うん、で結局それでね、なんかもう結婚式とか呼ばれなくなっちゃったりみたいなね、まあ省かれみたいになっちゃってるわけなんですよね、まあ、結婚式とかでもね営業されたりすると雰囲気ぶち壊されちゃうから、うん、ちょっと遠慮してもらうかみたいなね感じになっちゃうんでしょうね、うん、それって結構悲しくないですかね、うん、まあその仮にねその友達を自分のところに引き入れられたら、まあわかんないですよ、月1万円2万円ゲットできるのかもしれないですけれども、まあなんていうのかな、まあ、その数万のために、まあ、なんていうの、友達を売って友達を失う代わりに数万円手に入るって、まあ、そういう感じですかね。うん。それならね、何百万とかならちょっと話変わるかもしれないですけど、数万円ぐらいならね、友達取った方がいいんじゃないとか思うんですけど。っていう感じかな。結構ね、寂しいっていうか、それなんか悲しいですからね、そういう風になっちゃうとね、うん。だからまあ、そういう話がいろいろね、来ると思うんで、ちょっと疑ってかかった方がいいかもしれないですね。うん、はい。めんどくさいしね、そういうの巻き込まれると。もうそういうことを言われるともう一生ねもう友達としては見れなくなるんですよね、そういうことされると、うん、っていう感じがあるからね、はい、まあ、ほとんどの人もそういう感覚だと思うんで、うん、まあ、気をつけた方がいいかもしれないですね、はい、っていう感じですかね。まあ最後のはね、ちょっと半分余談だったんですけど、まあ、とにかく、まあ、辛い仕事だったら、とっとと辞めて、まあ、いいんじゃないですか、ニートでもしてれば。そう、実家帰ればね、多分、別にね。結構ね、ラフにね、考えていいと思うんですね。うん、たかだかね仕事でその精神病むとかってなんかね変な話かなとか思うし、うん、そうそうそう、だからまああれですね、適当でいいんじゃないですかねっていう感じですね、はい、はい、じゃあそういう感じで、終わりにします。はい、じゃあご視聴ありがとうございます。また見てください。バイバイ。